お疲れちゃんです。ラットです。というわけで今回もクラッシュライルやっていくんですけど、今日はね、この迫撃デッキを紹介したいなと思います。というわけで、このデッキなんですけど、皆さん一つ何かおかしいところがあるんですけど、お分かりでしょうか？はい、正解です。ディガーでございますね。はい、ディガーがないんですよ。普通迫撃には、まあ、ディガーがね、こう当たり前に入ってる。まあ、迫撃プラスホグだったり、まあ、迫撃プラスのスケラとか、まあ、迫撃プラスなんかっていうデッキも、まあ、もちろんあると思うんですけど、オーソドックスなデッキとしては迫撃にディガーが入ってるんですよ。しかも、この小物系が入ってるのに、関わらず、ディガーがね、ないんですよ。だから、多分皆さんは、じゃあ削れないじゃんとか思うんですよ。あんま、削れるんです。根拠はないですけど、根拠はないというか、こう、スケバレの落下ダメージだったり、ロケ砲の、拡散の、微妙なダメージ。微妙って言ったらかわいそうなんだけど。まあ、そんな感じで、ね、結構削れる部分があります。そしてまた回転が何と言っても早いっていう部分で、思ってるほど削れないことはないですね。結構火力がある方だなと思うので、とりあえずやっていくんですけど、しかもですね、このデッキなんと、ディガーがないことによって、攻めすぎるっていうことがありません。迫撃とか使ってたり、まあ、ディガーデッキだと結構あるあるなのが、アド取られてるのに攻めすぎちゃうみたいな。こと逆に、まあ、あとはアド取られてなくても、なんか、一気にね、カウンター来るみたいなことがあるあるなんですけども、ディガーがないことによって攻めすぎになることがあんまりないです。っていうので、非常に使いやすくなっております。ぜひね、まず使っていただきたいんですけども、今言ったザップを使いました。しかも、このデッキ、ウルトラレアが入ってません。普通ならばディガーが入ってるんですけど、ディガーがないことによって、ウルトラレアが入ってないんです。あぶねー。これ大丈夫だよな。あぶねー。そう。なので、非常に使いやすくね、無課金の人のもうね、希望の欲しいみたいなところがあります。マジで、なので、すごいね、使っていただきたい。レアも、ファイボだけ、スーパーレアも、この、おっさん、箱の中に閉じこもってるおっさんしかね、いないので、ぜひとも皆さん、このデッキも無課金に優しいです。もう僕といえばね、無課金用デッキを、ね、こう上げる人みたいな、もう無課金といえばラットみたいなね、ところもありますからね、若干ですけど。本当のね、若干ね。なのでね、ぜひ、一回試すといいですよ。なんか、あと、迫撃だと、結構、ゴレとか、僕、すごい苦手だったんですけど、この迫撃にはロケ砲がいて、ロケ砲がね、すごい優秀なんですね、大型に対して。こんな感じでね、ゴレとかも、ね、適当に焼き尽くしてくれるんでね。はい、という感じで、もう勝てそうですね。これ、相手諦めてくんねえかな。諦めてくれそうにないですね、この顔は。俺は今からワンパンするぜ、この野郎、みたいな感じの、形のね、組み方を今されてるんですけど、ヤナアメでしたね、相手は。ヤナアメザップだった気がするんですけど、全然違う、なんか、全然違うこともねえんだけど、なんか、すげえ。さあ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 、ええ感じにね、ええ感じに守っていきます。なんかコウモリとかがいるとディガー欲しくなるんですけど、コウモリがいないんで、別にディガーなくてもやっていけるみたいな、本当にこんな感じでスケバレ飛ばして、まあロケ砲で回収して、で、まあ迫撃で攻めるみたいな感じなんですけど、あれなんか相手矢の目空振ったのか多分。一体二体よく立つね、これは。で、これはもうナイトに適当に死んでとか言わないですけど、ナイトにね、勇敢に戦ってもらいつつ、なんかね、結局回転が早いんで、相手がどんだけスペルあろうと、こう、残っちゃうんですね。まあ、スケバレにザップ打ったら、まあ、ギャング化方針に矢波打たれるけど、そのどっちかが残って、みたいな。で、すべては回転によってゴリ押せるみたいな感じですね、本当に。さあ、相手、矢波を使いました。そしたら、このロケ砲処理できないし、スケバレにザップ打つと、僕のね、ギャングとかもやりこぶも何も止まらないと、言ったところで、さあさあさあ。いや、綺麗ですね。てかもう本当に、なんか思ってる以上にこのデッキ強いですね。一回ね、試しに使ってみてはよろしいのではないでしょうか。というわけで、どんどんいきます。で、8時からかな。今7時47分なんですけど、8時から、クラロワ最強決定戦があるみたいなんで、それもね、ちょっと見たいかなと思います。その前に動画を撮ってるって感じですね。次の日に、なんかすごいんですよ。ステージ0の、なんか、こう、なんか盛り上げ、イベントみたいなのに、出させてもらうんですけど、そう、みちょぱさんとか、アンガールズの田中さんとかがいて、いや、なんかそう、すごいのがあって、朝もね、ちゃんと起きて、早く起きて、こう、出かけないといけないんでね、
もうグロロソン曲決定戦見たらもうすぐね、てかもう本当に決勝始まって最後決着つく頃には寝てるかもしれないぐらい、ちょっとね、早く寝ないといけない状況であるんですけども、この後ね、ちょっと楽しみですね。まあ、この動画が上がってる時には最強決定戦優勝が誰々ってなってると思うんですけど、まあ、誰でしょうかね。っていうところですね。さあ、まあ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 、みんな頑張ってくれや。頑張って、と思いつつね、本当に、ポノスから僕だけね、決勝に行けてないと、非常にね、まあ悲しい部分もあるんですけど、みんなに煽られ、バカにされ、非常に僕もね、悲しいんですけど、という感じで、今日も動画をね、撮っていきます。さあ、相手は、なんだこれ、コカッちゃんですね。コカッちゃんなので、まあ、言ったら迫撃は相性がいいですね。まあ、相性がいいんですけど、普通ならば。うわー、すげえなー。めっちゃ、攻めだな。攻め。で、ロケット撃たれたので、攻めたいんですけど、ディガーがね、マジでディガー欲しくなりますね。で、もうこっちの左サイドを削るのを徹底しようかな。で、もしかしたら、これ永遠引きこもられると、さて、タワー削れない説も出てこないことはないんですけど、もう迫撃で無限攻めぐらいですよね、そんなんもん。これを削る方法なんか。そしたらロケは残ってくれ。残って、いや、いいナイトだな。で、ギャングが来るかな。ギャングが来るのかな。ファイブ当たりそうだな。あ、やべ、ファイブ当たんね。なんで？ちょっとやべ。やべ。AM ガバコちゃん発動した。やべ !AM ガバコちゃん発動した。やべ、ちょっと待って。汗。で、もう、迫撃で削らないと、僕としては、勝てないですね。まあ、あとはロケ砲の、変な拡散ですね。と、あとはスケバレの落下ダメージ。さあ、ここは延命、気持ち延命してね。いや、全然だな。待って、もっと削りて。内側、いや、タゲ取れねえかな、あれ。いや、取る、ナイス。からの？いやー、ちょっとむずいですね、これ。あ、でも、延命はされない救いだが、削れないんですよね、あれ。どうしちゃいましょうか。あれ、一旦壊して、スケバル飛ばして、あ、OK。これ、始めぶりもできないでしょ？いいんじゃない？いいんじゃない？いやー、来ると思った。やばい。しちゃった。これ、構えて、やべ、相手に読まれてる。うわ、めっちゃいい始め。IT 来んのか。でも、ナイトゴブリンがいい感じにね。さあ。やばい。なんでだ。俺の攻めが全然通んね。と、ここは始めプリンぐらい。始めプリンをしてこない。始めプリンをしてこないだと。ここで来るか。ロケット。いや、いい覚えだな。始めプリン、ドン。来ない。削る。これでプリンセス作。スケバレ？いやー、ディガー欲しくなりますね。なんかこういう相手だと。なんか本当にあんま枯渇やってなかったんで、ディガーいらねえやって感じだったんですけど。こういう枯渇とかだと、特にディガーがないと削れなくなってきますね。さあ。いや、このスケバレちょっともってねえな。あ、でも待って。ロキオ入ってる。で、そろそろ5削りをしていかないといけない。頃になってきましたね。右サイド。うわぁ、さあ。これはなんか、勝てそうなんですけど、非常に、まあ、いい試合だからこそのね、絵が地味っていう、この、辛い部分がありますね。さあ、もう、ファイブで削っていく。でも、相手もロケットで削りに来る。内側。で、まあ、迫撃で攻めるでしょ？あー、もうなんかやばい。ワンチャン負ける。ワンチャン負けるのが見えてきた。ちょっとやばい。もう5削りっすね。あと6票の拡散入れ。5をあと何周と何周どっちが強いんだろう。これ5打たないと負ける。危ねえ！来た！危ねえ！負けたと思った。正直。ってか、俺思ったんですけど。思ったんですけど、これあれっすよね。多分、僕史上初。このシトロンさん、多分昨日やりましたよね、この人。あれ？多分なんですけど、
え、すごいっすよ。昨日の僕の動画は多分に出演してる説がある。昨日かな。いやマジでここ最近、え、絶対ここ2、3日の動画に絶対出てますよ。マジで絶対出てる。だから2日連続多分僕の動画に出演してる。おめでとうございます。てか、え、すごっ。そんなことある。めっちゃすごくないですか。そんな当たるって感じじゃないですか。いや多分ですけどね、僕の記憶がおかしくなければね、ほぼ確で同じ方だなと思います。といったところで、ホグとロキホーなので、まあわかんないですね。あ、なんかすごい、なんか止まんねえな。こう一回スケボレ飛ばしてね、いいだ。ザップ使ったよ。ザップ使ってこれなので、ここにナイトの後ろに僕はギャングを添えるんですよ。で、今ヤナメザップ使ったので、これでウッドとか来ない限りは相手は非常にね辛い。で、こう突破しちゃいます。僕ぐらいになると僕のゴブリンは勝つんですよね。オーケー、本当に突破しちゃった。おい、でホグが、いやー、これちょっとやだな。ホグとロイジャイいるんで、どっちを防衛は、どっちかをね、防衛迫撃で守ると、どっちかを守れなくなっちゃうんですよね。で、まあ、そうっすね。むずいところですが、迫撃を2周回すっていう僕は作戦に出ようかなと思います。まあ、ザップ使う、で、アラーム使う。で、僕が次のロイジャイにギャングを出すと、相手はロケ砲で、溶かしてきて、僕がピンチになる。さあ、ロケ砲読みタルババを、もう速攻決めちゃおうかな。これ、削り勝ちたいですね。とりあえず、ロケ砲流し。来ない。相手もロケ砲流しから入るんですかね。うん。で、まあ、ここのロイにはもう、吐き気砲が回るので、いいかなと、いったところではありやすが。これないと延命したいですね。スケバレ飛ばして、OK。これはまあ、迫撃を置きます。置きます。置きます。回転が正義ですね。OK。迫撃も通る。で、ザップ使った。で、ヤナアメ使ったらギャング無双しとるでしょ？てか、ここがもう生きるので。で、あー、これいらねえな。ロケを、うぅ。そんないかれる？かわいそう。さすがに今のは痛えな。いや、緊急度すればよかった。やばい。やばい。おい。耐える。まだ耐えるよ。なんなら勝てるよ。なんなら勝てる。勝てると思うんだけど、やばい。で、ここ多分、ヤナメが飛んできてやばいんですけど、スケバル飛ばしたら、相手も結構やばいはず。ババか？あー、いや、待って、めっちゃいいロケ砲、それは。あれ？そんなでもなかったな。さあ、このミニペを無視すると死ぬ。無視するとさすがに死ぬので、無視はできない。で、ここ行きますね。うん、来る、本気守り。待って、俺の5の方が早い説ある。うわー、負けた、なんでー。マジかよ。ちょっと悩ますね。これ悩ますね。まあ、ちょっともう一戦行っちゃおうか。いや、これ、ヤナメザップ。だからホグ、いやー、どうなんすかね。いや、なんか前半かな、なんかダメージめっちゃ受けたのが痛かったっすね。いや、マジで今のちょっとやだな。ちょっと、萎えますね。結構萎えますね、本当に。切れそう。言った感じで、ペッカだったら多分ボコボコにできそうだけどな、これ。どうなんすかね。マジアチだったらいいですね。さあ、とりあえず、いや、ペッカ来ましたね。で、まあ、ロケは出して、マジアチャに速攻5打ちます。ポイズンな。いや、暇だな、マジで。ザップ打ったんで、ポイズン打ったんで、このやりごぶめっちゃうざいと思う。まあ、来るよね。1体残る。1体がいじめられるからの、ここで、迫撃で攻めます。で、U の工場。U の咲いた。ここ延命したら多分相手は結構苦しいと思うんですけどね。エレキ？ゴーストか。はいはい。で、まあ、困ったら5防衛すればいいという感じですね。いや、これはね、勝ちたいですね。
まあ、一つゴーストがちょっと厄介ではあります。さあ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 、この槍ゴブリンがね残ります。この槍ゴブリンが無視できないですよね。しかもポイズアップなので僕のギャングも結構無双すると。でこれザップったらこのスケバレどうすんのベイビーといった感じで、もう相手ホレイが止まらないと。でエリキねえのか。よし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 。でちょっと狂いそうなんでね、よりちょっとね痛めつける迫撃置いて、ワンチャンマジアチで射抜かれ警戒。はい、分かってます。ちょっとねすごい煽られてるんですけど、気持ちよくなってきましょうかね。はい。まあ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 、これはね美味しいですね。なんかまあマジアッチャとかを逆に自分がよく使うからこそ、迫撃とかクロスはわざとタゲ取らせてからのまあ射抜くみたいなのはね、こう言ったらまあテンプレみたいなこうのがねちょっとね分かっちゃいますね。さあ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 、まあからの、まあ、逆サイ来るよね。でマジアッチャをどうすんだろう、この辺に置いてくんのかな。うん、そうなんですよね。結局ね。で、ここもファイブで処理して、あ、待って、やべえ、待って、やべえ、あれなんか、恥ずかしい、恥ずかしい、あんなにドヤってた、俺が、やべえ、ドヤ負ける。あぶねえ。マジアチャが、タルババ転がしたけど、延命されたか、処理できてないって感じですね。いやー、いいですね。あぶねえ。ちょっとこれで負けてたら、相手から大量のホレイがね、帰ってきてたところでしたね。あぶない、あぶない。ですが、まあ、勝ててね。よかったですね、と。まあ、言った感じで、何に負けたんだっけ？あれか。ヤザップに負けたんだ。ちょっと悔しいですが。まあ、一旦ね。一旦今日はこんな感じで終わろうかな。マジで無課金デッキ超おすすめ。かなと思います。ぜひね、使ってみてくださいというところで終わります。8000最強決定戦じゃねえよ。最強、クラロワ最強決定戦ね。みんな頑張ってください。というわけで、お疲れちゃんでした。またね。